ところで D パイは岐阜基地にしかいないと思いますか？答えはノーです。三沢基地所属キヌツガイリリコ、タックネームはジミー、 OTF はアケミ、入間基地所属ひとみまゆみ、タックネームはモーリス、 OTF は太もも、そして築城基地所属星野 L、 タックネームはペンギン、 OTF は F2。 さあそういうわけでございまして、この3人を噛まずに言うというところがかなりすごいわけでございますが、この3人と共にヒソネは合同訓練をすることになりました。経験豊富な彼女たちですが、何より OTF から排出された時にヌルヌルしていないのがすごい。星野 L の目標は女性初のファイターパイロットになること。しかしその思いが強すぎた。模擬戦中、自分の力を見せつけようと無理な飛行を続けた結果、 L の OTF は異常をきたし、装備が溶けてしまった。彼女のせいで訓練は中止。なのに彼女はこう吐き捨てた。やっぱり所詮は動物だった。指示も聞かず勝手に携帯を変えるなんて。私はパイロットなんだ。飼育員になるつもりなんてない。あんなポンコツの機体、私には必要ない。そんなエルの言葉に腹を立てたのは、普段はおっとりの瞳真由美でした。ドラゴンはものじゃねえんだよ。4話目が終わりました。いよいよこれから5話目に入ります。4人バラバラの中、新たな訓練が言い渡されます。いわゆる無人島サバイバル訓練。結果次第では D パイの任を解かれる可能性もあるという。不安になったヒソネをマゾタンはベロンと舐める。きっと励ましてくれているんだとヒソネは大感激。お返しにペロンペロン、ぬるっとしてエサの味がするよマゾタン。マソタンの体を舐めまくります。ここちょっと似てたんじゃないでしょうか。こうして4人は無人島に OTF らと共に上陸。訓練が始まります。課題は1週間以内に基地に帰ること。ならば OTF で飛んで帰ればいい。しかし OTF は彼女たちを乗せて飛ぼうとはいたしません。ナオ人形の生首に励まされつつ、マユミやリリコと協力をするヒソネ。しかしエルは一人でイカダを作ってる。それは OTF を置いて自分だけ祈祷すればいいという気持ちの表れだ。自分はそんなことはできない。絶対にマソタンと帰るんだ。そうヒソネは誓いました。それにしてもなぜ OTF は飛ばないのか。海で遊ぶマソタンたちを見てヒソネたちは思いました。もしかして自由に動き回れるこの島が気に入ったかな。ならば私たちも楽しもうじゃないか、サバイバル訓練を。そんな彼女たちを怪しく見つめるのはイーボシ事務次官。今回の目的はチームワークを高めることの他に、どうやらもう一つある。彼女たちの感情はいかなるものであっても OTF によって温められ孵化しなくてはならない。星野 L が OTF に心を開くとき、祭りごとへの扉が開かれる。さあいよいよ物語は6話目へと入ってくる。その上で気になることが一つ。ヒソネが見つけた水場がある洞窟にはドラゴンの壁画があったのです。この島が訓練の場所になったのには何か理由があるのかも。そう思っていた矢先、島に嵐がやってくる。ナオの生首は海に流され、エルを探すも姿が見えません。エルはずっと自衛隊の戦闘機である F2 に憧れていました。 F2 パイロットになることこそがここにいる意味だと。そしてドラゴンに出会い、彼を F2 と呼ぶようになった。これはエルが見た夢。古い戦闘機に乗った美少女が微笑みこう言いました。私がここにいる意味、彼と一つになり彼と共に飛ぶ。はっと目を覚ますエル、倒れていたところを助けられたのです。エルの危険に気づいたのは F2 でした。しかしそれを聞いてもエルは固くなに彼を認めない。自分が乗りたかったのはこいつじゃない、本物の F2 に乗りたかったんだと。するとブーン、水蒸気が装甲の間から吹き出した。このままでは熱に耐えられず死んでしまう。なのに彼は装甲を外さない。思えばここに来てから5日間ずっと戦闘機姿のまま。その理由はたった一つでした。いかなる時もエルが望む姿でいたいから。全く動かない F2 に歩み寄るエル。鉄板のように熱くなった装甲に触れ、バカか君は。君は飛行機じゃない、ドラゴンだ。私なんかのためにそんな格好なんかしなくていい。もう無理しなくたっていい。君の本当の姿を見せていいんだ。だから死ぬな、ノーマ。その言葉に勢いよく装甲を外すノーマ。ノーマとはエルがつけた彼の本当の名前です。ノーマはバクッとエルを飲み込み海にダイブするのでした。
君は F2 じゃない。最初から分かっていたことなのに、こんな私でもまだ飛んでくれるのか。ありがとうノーマ。海から飛び出し悠々と空を飛ぶノーマに影響されたのか、マソタンたちもヒソネラを受け入れ、4人と4体揃って基地へと帰投したのでした。達成感あふれるヒソネたちを見つめるイーボシ事務次官、今回の彼の目的は果たされたようで、満足そうにこう言いました。これで来たるべき祭りごとに向けて一つ踏み込んだ訓練ができるようになりますね。ですがこれからも彼女たちには厳しい試練が待ち受けている。そう思わざるにはいられませんが、果たして。なるほど、ここでダイジェスト動画は終わることになっております。いやー、モノマネが似ていたり似ていなかったり、もう完全に似せようとしてなかったり、いろんなことがありましたけれども、7話目からもお楽しみに。